LINE の写真いきますか。 LINE でちょっと前に紹介し、募集したやつですね。これが武蔵急行電鉄さんです。西所沢で撮影しましたと。あ、なるほど、野球の臨時列車で狭山線に入りましたっていうことでコメントいただいてます。あ、早い、松郎さん2000だと喜びが、あ、てかみんな2000の喜びがコメントできてますね、ありがとうございます。続いて旅に出たいさん。お、旅に出たいさん、新庄駅かなこれ。新庄ですね。新庄、そうそう、この駅構造が面白いんですよね。同じホームっていうか、まあ、乗り場に こっち側に新幹線があって、そこ通路があって、それ挟んで反対側が在来線っていうか、まあ、普通列車が止まったりして、個人的には好きな駅です。これがアマンチュさんです。アマンチュさん、6月26日に撮りましたと。90周年記念列車ですと。お、今外野から、すいません、外野から撮影をいただきました。あったかい。すごいですね、これ。ニュースパイク普通に、あ、記念列車っていう風にコメント入ってます。なんか、あの、何かプレゼントが届きました。プレゼント、今なんか大阪の方、何かなんか怒ってるみたい。え、あ、入ってきた。はい、お待たせしました。なんか、あの、うちの番組の企画を、あ、なるほどなるほど、ぜひぜひ。この写真は雄大さんのです。雄大さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、火の鳥多いですね、写真結構先。そうだ、確かに火の鳥まだ群れてないんで乗りたいです。あ、そうなんだ。その結局乗れてないんですよ。すごい、みんな焼き鳥とか鳥貴族とかコメントいただいてます。焼き鳥、うん、あ、火の、火の鳥だから。焼き鳥、お、これがヒロ鉄道チャンネルさん。おー、いいですね。ちょうどここに阪急のプロがいらっしゃいますね。うん、どこに？阪急のプロ、どこ？阪急の先生、ご解説お願いします。ここにしかいない。よいしょ、短いとこ。コーペンちゃんがヘッドマークついてる。あ、コーペンちゃんなんだ。コーペンちゃん、今日初めて乗りましたよ。おお、なんか可愛いんですよね、LED 含めて。そう、LED にコーペンちゃん書いてあるし、うん、あと助手席側にコーペンちゃんのぬいぐるみが乗ってるんです。あ、実際乗ってますね、この動画でも今、静止画にしてもら、止めてもらってますが。そう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 、乗ってるでしょ。うん、なんかめっちゃね、あの、ブレーキかけるときに、こう、クイッとちょっと前を気にするらしい。可愛い。しかも買えるんですよ、今回の。そうそうそう、コペちゃんのぬいぐるみがね、ちっちゃいのが出てますから。あ、阪急グッズにあるってことですか。そうそうそう。へぇ、もうね、なんかネットはすぐに売り切れだったんですけど、うん、まだね、大阪のショップはね、残ってるのもあるんじゃないかな。あ、本当ですか。じゃあ、お土産待ってます。ちょっと最近耳が遠いんだわ。さすが大先生。ありがとうございます。ありがとうございます。これがみひろさんの。めっちゃ関西じゃないですか、これ。おお、
どこ？どこって書いてない、みひろさん。どこなんでしょうね。なんか自転車なのかな。うわ、すごいいい音。いい音だけど、あんまり普通鳴らしちゃいけないやつだな、これ。あ、元松さんから神戸線の接近メロディー付きと解説が入りました。ありがとう。さん、すごい。報酬層持ってる。この DD200 めっちゃピカピカじゃないですか、まだ。DD もピカピカだし、後ろもピカピカ。これ半蔵門線かしら。そうですね、半蔵門でしょうね。紫色っぽく。あ、マツロンさん、長津だと。なるほど、ありがとうございます。これが一京急線型さんです。京急線型さん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてまた動画ですね。動画、これ小左衛門さんです。小左衛門さん、あ、九州。カラフル。三郎新平ですかね。後ろが三郎新平です。前が山手川線です。今ほら博多と門司港の間で走ってる。ああ、なるほど。元松さんから、これ博多駅付近と質問が。も走って、下も走って撮れる。本人コメント、小左衛門さんから博多で撮りましたとコメント、ありがとうございます。ありがとうございます。あの博多駅の竹下寄りのとこですよね。車庫から出てくる回送線だと。なるほど、書いてあります。本当です。博多と竹下の間で撮りましたとご本人コメントあります。すごい。これが185Kさんです。 185Kさん、あれさっきもなんかこれ写真見たぞ、線型って。お、さすが先生ってコメントも来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これが大道快速湖西線長原由紀さんです。あ、長原由紀さん、ちょうど今コメントケイシンさん来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてダマさんです。ダマさん、あ、関西が続きますね。ランディングいいですね。多分今嵐山もう死ぬほど暑いんだろうけどね。嵐山暑かったよね。この間暑かったですね。嵐山によく行ったんです、ね。で、私もあのこの鉄道チャンネルにコンテンツ配信で映像とかも来てたんですけど。もう大雨でムシムシした感じでしたね。あー、すごそう。はい。続いてシュンタアイマスガルン鬼滅の刃さん。名前長いな。好きなものがいっぱい入ってる。おー、なかなか。あ、どうしてる。あ、出ませんでしたっけ。あ、僕は九州の鬼滅の刃です。これは高崎の方です、ね。今すごいですね、機関士さんも手振ってくれてましたね。ねえ、誰か声入ってる。
またどこか、どっちか。これがひろしさんです。ひろしさん。また滋賀県が来た。忍びトレイン。ございます。ありがとうございます。お、な関西続きますね。これがトモカッちゃんさんです。対立めっちゃ高い。うん、すごい、なんかやっぱ伊原先生出るからだ。トモカッちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、そのこと知らないでしょ。うん。補正線ですね。うん。補正線のあの私高価な感じすごく大好きです。あ、めっちゃ早いしね。そうで踏み切りないのとかすごい好きです。これが鉄道大好きさんです。鉄道大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだっけ。これなんだっけ。あの宴じゃなくて、愛称しか出てこない。え、宴じゃなくて、和みじゃなくて何でしたっけ。のどか。違う、なんだ。あ、和みってコメント来た。和みで合ってたのか、よかった。乗ったことあるんですけど。乗ったことあるんですね、羨ましいですね。たまたまちょっと仕事の関係で、はい。なんか冗談みたいに豪華な列車でしたね。いやー、すごいみたいね。続いてこれが SVO2513 です。名前すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。もういつまでいるかわかんないしね。やっぱ取れるうちに取っときましょうね、本当。うんうんうん、これがジェイさんです。ジェイさん、また関西戻る。ありがとうございます。やりましたよね。あ、やりましたね、130の話ね。うん、関西がまだ130がバンバン走ってますからね。うんうんうん、めっちゃハッチうなすぎる。これが AMT さんです。 AMT さん、ありがとうございます。ありがとうございます。これがズッキーニさんです。お、フラブ教国。すごい、ズッキーニさん、ありがとうございます。めっちゃ僕先週行ってたところです。あ、そうなんですか。先々週、次回8月17日よりの鉄道ダイヤ情報が北陸の特集で黒部峡谷がついたんです。じゃあそれの取材で行かれてたんですか。そうです。いいな、めっちゃ涼しかったです。そうですよね、山の中だし。これがラフカディオハーンさんです、ね、え、ラフカディオハーンさんってあれじゃないですか、小泉八雲か。小泉八雲って昔いたんですけど、それの本名がラフカディオハーンですね。あ、なるほど。新潟に行ったついでに有馬川駅で撮りましたと。はいはい、そうなんです。今いちごときめき鉄道新車って言っちゃいけないですね、七尾線からこう車両入れてるんですよね。うーん、カナピーさんも小泉役も通って気づいてらっしゃる仲間だ。ありがとうございます。ありがとうございます。これがイオングリーンさんです。イオングリーンさん、ありがとうございます。カシオペア機構ですかね、今だとこれ。そうですね、写真です。うん、ギガンシュかな。
東十条かな。うーん、そうそう、あそこなんか撮影スポットがあるんですよね、東十条確か。うん、いや僕は一回しか行ったことないのに、うん、なんか記憶があやふやですけど。これがマツロンチーノさんです。マツロンチーノさん、東京駅を出発した上野東京ラインから撮影しましたとコメント。あ、なるほど、で東京駅が右にで切手が真ん中に映ってる感じなんですね。あ、なるほど、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ライン